5GTV。国際コミュニケーション学科4年の柳池遥です。国際コミュニケーション学科4年の永井月です。国際コミュニケーション学科4年の加藤真美です。国際コミュニケーション学科4年の西野真央です。じゃあテーマは留学についてやけど、真央といっちゃんと遥はアメリカのUCR っていう大学に留学したよね、うん、じゃあマミタンはどこに留学した？私はニュージーランドのマッセイ大学っていうところに2年の後期半年間留学した。じゃあなんか留学を通して印象に残った思い出とかってある？いっちゃんはやっぱりなんかアメリカの人ってすっごいフレンドリーで、なんか毎週なんかパーティーやったり、なんか知らない人とすっごいなんかパーティーやったりしてたから、うん、そこがちょっとやっぱり日本と違うなって印象残ってるかな、うん、確かにパーティーめっちゃしたよね。ね、めっちゃしたね。そういうのニュージーランドはパーティーとかあった？ニュージーランドもクリスマスパーティーとか、日本と比べ物にならんぐらい大きくて、そうニュージーランドは南半球やから夏のクリスマスで半袖であったかい中っていうのがすごい印象的やったな。なんかアメリカもあったけど、まあ、日本と同じ季節やったよ、うん、で、テンクスギビングとか、うん、クリスマス、あとハロウィンとか結構でかかったよね、うん、なんかね、仮装してなんか学校主催のパーティーとかね、めっちゃ楽しかったね。何の仮装したみんな？うちらはなんか骸骨の、骸骨なんかメキシコのなんか文化的な骸骨みたいな、うん、あの映画のね、そうリメンバーミーみたいな感じのやつやった。俺はなんかエグもなんかすごい着ぐるみみたいな着ただけやけどエグも起きた。なんかニュージーランドはそんなのした？なんかニュージーランドはハロウィーンは仮装はなかったかな。仮装はないけどなんかお菓子を配る習慣はあって、なんか最後にお菓子を集めたこのボールみたいなのをこうやって空中に投げるっていうなんか謎の文化があってびっくりした。どこのニュージーランドのどこでもそう？いや分からんけどホストシスターはしとった。楽しそう、うん、場所によってよね、うん、楽しそうや、じゃあ留学のそういう楽しいのもあるし、じゃあ勉強系で言うとなんかどうやった？授業とかもはどうやった？でも最初は本当に全然喋れん状態やったし、なんか授業ついてけるかなみたいな、これから大丈夫かなみたいな感じやったけど、その先生もなんかそのレベルに合わせて違ったやん、うんうん、やしめっちゃ優しくて、うん、なんか楽しみながら英語学ぶって感じでめっちゃ楽しかった。なんかそのレベル違うっていうのがね、うちらの中でめっちゃ大事やったと思う、うん、いろんな自分たちに合わせたレベルで勉強できるから、うん、やっぱ学びやすいみたいなね、うん、ところはあったな。けどどうやった授業マミタン？私のところは同じくレベル分けみたいなのされとったけど、うん、人数が少なかったから2つかな、うん、2つのグループあって授業もすごい楽しかったかな、なんか一方的にずっと聞いとるんじゃなくて、うん、必ず先生たちは意見を聞いてくれるし、うん、そういうディベートする時間とかも尽くしてくれて、なんか参加したくなるような授業だった。あーね、そこは留学の良さかもね、うん、なんか自分たちってすごいペアワークが多かったよ、なんか、うん、なんか違う国の人となんか喋り出す機会みたいなもやってたんやけど、なんかニュージーランドはそんな感じだった。強制的に違う国の人とペアになりなさいっていうのはなかったけど、まあでもみんな自然に
留学来とるから、うん、他の国の人と仲良くなりたいっていう意識もあってか、そういういつもペアになる違う国の子っていうのは自然とできとったかな。すごいね。なんかさ、ペアワークとかするととか、まあ、授業とかでもそうやけど、例えばなんかアラブの国の人とかってめっちゃ積極的じゃなかった？ね、なんかもう発音とか間違っとっても、なんか気にしんみたいな、もうとりあえずなんか喋るみたいな、すごいなんか積極的やったよね。ね、うわ、頑張ろうみたいな、ね、そんな感じだったんです。え、じゃあホームステイ、ホームステイやった？みんなホームステイやった。ホームステイの思い出はありますか？ホームステイの思い出、やっぱりなんかアメリカでホームステイしたけど、アメリカの人じゃなかったよね。アメリカの人じゃなかったけど、やっぱりなんか料理はやっぱり思い出に残ってる。やっぱり作ってくれる料理やったり、まあなんかケータリングで持ってきたり、そういうのはやっぱり印象残ってるから。どこの国の人やったん、ファミリーは？ファミリーはフィリピンの人やったけど、なんか韓国料理とか、それこそ日本の料理とか作ってくれたり、すっごい美味しくて優しい人。はるかはどんな感じだった？なんかはるかはお母さんがメキシコ人で、お父さんは日本とドイツのハーフねんけど、二人ともアメリカで生まれた人。だから、でそのお父さんのお母さんが日本人やけど、おばあちゃん、そう、お母さんは日本人やったから、その人とは日本語で話したけど、お父さんは日本語しゃべれん。でも、あったかいファミリーで、家にプールがね、あって、ね、遊びに行って、一緒になんかプール入ってね、豪邸みたいな感じで結構どこの家もプールついてなかった、ね、アメリカは多い ね、多いね。すごいさ、ルームメイトとさ仲良かったよね。そう、中国人のルームメイト、カザフスタン、韓国ってなんか徐々に3人変わってって、いつもルームメイトはね、仲良くしてもらったから、じゃあ、マオはホームステイどうやった？なんかすごいなんか優しい家族たちやって、なんか行事とかあったらなんか絶対一緒になんかしようみたいな感じで言ってくれて、なんか誕生日の時とかもなんかケーキ作って、なんか手巻き寿司その日なんか用意してくれて、なんか一緒に食べようみたいな、おめでとうみたいな感じでやってくれて、めっちゃなんかアメリカのなんかホストファミリーやけど、なんかめっちゃもう本当の家族みたいな感じで、めっちゃ仲良くしてもらった。どうやったホームステイ、まみちゃん？私のところもすんごい良くて、もともと私後期に留学行ったんやけど、前期にニュージーランドに行っとった友達がもともと行っとったお家で、その子がすごい良くしてもらったっていうのを聞いて、もう私もそこ行きたいって思ってもう直接掛け合って、もともとその前に行っとった子が最後でホームステイも受け入れる予定ないっていう言うがやったんやけど、私が行きたいって言ったから、じゃあもう一人受け入れようかってなって、でもう週末とかあのワンちゃん飼っとったんやけど、一緒に散歩行かんとか、コーヒー飲みに行かんとか誘ってくれて、すごい外に出るきっかけにもなったし、確かに本当にありがたい存在やったかな。ね、やっぱ本当の現地の人と喋るのって大事だよね、ホームステイして。じゃあそういう、じゃあ留学の中で旅行は結構した？旅行はそうや、あんまり行かなかったけど、なんかロサンゼルスとかは自分結構行ってたかな、世界の、どっか行った？私はニューヨークに、マオも一緒に行ったけど、一緒に行ったね、ニューヨークとラスベガス、いいな、とか、あとどこ行ったっけ？あとはサンフランシスコとか、ね、車で行ったんじゃなかったっけ？あれ違ったっけ？違う、ごめん、違ったね。飛行機違う、違う、電車、バス、何で行ったっけ？飛行機や、うん、乗り継いで、うん、1本 LA から飛行機で、飛行機やった、いいね。なんかアメリカってさ、いろんなとこ旅行できるやん。カリフォルニアやけど、同じ国やけどでっかいから、なんかニューヨーク行ったらまた違う景色見れるし、ラスベガスもなんか、ね、全然違ってね感じで楽しいし、よかった。確かに
ニュージーランドも、ニュージーランドはなんか、どうだった？は、旅行は留学の最後ら辺に一人旅、3泊4日して、ホームステイ先から車で4時間ぐらいのところに行って、バックパッカーの人が泊まるみたいな、あの一つの部屋に 4つぐらいベッドがあって、誰と一緒の部屋になるかわからんみたいな場所に泊まったりとかしたかな。でも結構その旅行があったからこそ、なんか最後の力試しじゃないけど、その留学でついた力を試す場になって、なんか一人でも生きていけたみたいな達成感、かっこいいね、感じたわ。すごいね。なんか怖くなかったんでも一人で行くのとか。いやー、まあでも確かにバックパッカーの宿に一人で泊まるのは抵抗あったけど、最後の3泊目かなに一緒になった2人の女性おったんやけど、その人たちとも仲良くなってたくさん話とかできたし、勇気出してよかったなと思って。すごいね。どこの人だったんですか？ドイツ？ヨーロッパの人やったかな、2人。すごいね。旅行に来とるって言っていろんな話聞かせてもらったり。いいね。じゃあ留学1年間とか半年とか行って、自分が成長したなとか変わったなっていう部分ってなんかめっちゃある？そうやね、なんか宿題ってなんか結構毎日授業の学校で出されててんやけど、なんか最初は全然なんかライティングとかでも全然書けなかったんやけど、なんか徐々に3ヶ月とか4ヶ月なんか学校にいるようになったら、もうスラスラって書けるようになったり、それこそ喋れるようになったりっていうのはやっぱりあったかな。ナチュラルにできるようになったね。そうそうそう、なんかあったね。まみたんはどうですか？私はやっぱり精神的な面で強くなったなっていうのはすごい感じ取って、語学力が伸びたのももちろんやけど、なんかやってみる癖、何でも挑戦してみる癖っていうのがついて、例えば私は2020年の年末にホストファミリーにすごい山登りみたいなのに誘ってもらって、それも8時間とかかかるやつで、私体力に本当に自信なくて登れるとも思ってなかったし、8時間も一緒にホストファミリーと過ごすだけの語学力がついてないんじゃないかっていうのもすごい不安やったけど、いやでもここで行かんかったら絶対後悔するしって思って行ったら、本当にきつかったけどやっぱり登れた時の達成感っていうのと、ホストファミリーともずっと道中話楽しめたし、そこがなんか自信につながって後半も頑張れたかなって思うかな。マオは？なんか本当最初とか、なんか多分行った一緒に行ったメンバーの中で一番英語できんくて、でなんかもう本当できんって感じだったから、もう日本帰りたいなみたいなぶっちゃけなったけど、なんかせっかく留学しとるし、まあなんかとりあえずなんかわからんくてもなんか喋ってみたり、なんかやってみようみたいな感じでなんか頑張ろうと思って、そしたらなんかまあだんだん楽しくなってきたし、なんか英語喋れるようになってきたら本当にね楽しくなったから、本当なんかどんなこととかもなんか嫌やなとか思ってもなんか楽しもうって思ったら楽しくなるんやなって。確かに思った。マオの成長は近くでめっちゃ感じた。なんか最初の辺電話、ね、そうホストマザーに電話するときにママみたいな感じで言ってるやばい大丈夫かなって思ったけど、もう最後の辺はちゃんとはいってめっちゃ喋ってたから、一番なんか変化が大きかったと思う。大きいね。帰ってきた後本当、うん、マオが、ね、成長したね。成長したね。刺激的な人と一緒に行けたからかも。刺激的な人。はるかはどうだった？私は、まあ、その授業で一緒に授業を受ける外国人とかからやっぱり刺激受けて、自分と全く違う考え方を持っとったりするから、そこで
価値観変わったし、英語に対する意欲とか、英語って楽しいなとか、もっと知りたいなとか思うようになったのとか、やっぱなんかアメリカっていろんな人が混在、いろんな人種が混在する場所やから、だからこそいろんな考え方あって、それに刺激を受けて今はすごくいい刺激を受けたからか、本当考え方が変化したなって思います。 Cap 5GTV